松山市清町1丁目のカフェレモンソフトで第2回佐伯美幸作品展花時間2が開かれています。佐伯美幸さんは県内在住の主婦で、絵が好きで描き始め、現在では展覧会での入賞経験もあります。レモンソフトで行われる2回目の個展では、花をテーマに空や自然、大地などを表現した抽象画の作品およそ15点を展示しています。どうしてこの展覧会を開いたのですか？今回で佐伯さんの展覧会は2回目で、前回もあの個展をされたことがない方なんですけど、恥ずかしいんだけどちょっと見せたいなっていう感じで始めたのが第1回目で、今回2回目となりました。この展覧会のコンセプトは何ですか？テーマが花なんですけど、前回よりもさらに抽象的になって、多分大病とかされて乗り越えられたので、もう自分の世界観がギュッと詰まっていると思います。今回はちょっとあのリズム感のある同じような色調で始めてるんですけど、途中からまた長い期間なので、いろんなあの本人がすごく見せたい絵とか具象的な絵とか、また違った感じの絵も後半に持っていこうと思うので、その頃もまた入れ替えますので、あのまた楽しみに来てもらったらいいと思います。第2回佐伯美幸作品展花時間2は10月31日水曜日まで松山市清町1丁目6-1のレモンソルトで開かれています。佐伯さんの魅力が感じられる作品を見に、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか？